どうも、ガリレコードのフェニックスです。藤原竜也です。はい、ということで、今回 YouTube、はい、我々ね、こう続けてきて、はい、まあありがたいことにコメントとかもいただきまして、ありがとうございます。その中でもやっぱりね、うん、多いのが、うん、機材のね、レベルを上げてくれと。まあね、あの携帯で撮ってますからね。携帯で、ずっと携帯で撮ってますよ。うん、で、その編集もね、まだその、うまくできないから。そうなんです。うん、一番やっぱその、資金がないと。まあ、我々に。そうですね。最近地下から出てきたばっかだから。ですよね。うん、なので、今日は、その資金問題を解決するために、ほう、こちらに来てます。なに？中山競馬場。中山競馬場で、なんとですね、はい、今日、4月15日、皐月賞がありますショー、はい、競馬一切やらないので、皐月賞もうよく分かってないです。あ、そう、はい、聞いたことあるなぐらいで。あ、そう、はいはいはい。あ、でも達也さん CM やってますもんね。うん、俺もやったことない。あ、競馬は、うん、ないですね。その本物のね、達也さんは JRA 版の CM 出てたりとか、本当にプライベートで行ったりするんだけど、うん、僕は本当に、僕もやったことないんで、皐月賞、あ、なんか聞いたことあるみたいな。ね、そのぐらいね。でもまあまあ、でもすごいなんかね、そう、大きいっていうのはね、大きい賞らしい、レースらしいので、うん、人もたくさんいますから。ちょっとね、これで人生逆転して、もうなんか機材とかいろいろね、ちゃんと変えたらな、ね、と思うんですね。その皐月賞が、はい、11レース11レース目ね、で次が、あのね、これ10レースあんの。はい、あ、じゃあとりあえずこれ行ってみる、一回やっとこうかっていう、ね、はい。じゃあなんかやっぱ単勝かな、分かんないからね、その何年間とか分かんないから。1位をとりあえず当てりゃいいってやつだよね。まあそれが一番シンプルですかね。じゃあ行きますか。 気になるのいます？あ、どれだ、考えろ。北三氏、いや、ベック、いや、タイムトリップも捨てがたい王の道。これもね、佐野一佐野一の映画の名前3分の1みたいな ね、 よね。いや、でもここは一番のベストマッチョ。ベストマッチョだな、これ一番これ、うん、これベストマッチョ、ちょうどいいマッチョと、いいいい塩梅のマッチョ、圧倒的ネーミングセンス。いいじゃん、もう多分、でもこんなんでいいと思うんですよ。分かんねえからさ、分かんねえから名前、フィーリングだよな。フィーリングで決めようよ。じゃあちょっとベストマッチョにちょっと2人でお金出し合って、ちょっと一回やってみましょう。行きましょう。よっしゃ、行くぞ。やらなきゃ誰かの養分、行け。俺は幼い。落ちないし、鉄骨じゃないの。来ました。はい、もう化けもね、勝って、これ、とりあえずね、単勝で、ベストマッチョに単勝で、僕ら1000円ずつ。ああ、ちょうどいいマッチョ2000円。ああ、もうすぐね、多分始まる。ああ、やばい、始まるな。初めてだよ。初めて、結構馬を生で見るの、ね、家族連れとかすごいな、人から。ベストマッチョ、今から掛け事が始まるとは思えない平和、のんびりとした、なんか小鳥のさえずりとか、ね、風もいいな。ああ、芝も。ああ、これが当たったらいくらに分かんない、見てないもん。初心者。ただプラスっていうのは分かるよ。まあ、いや、まあそれもちろん、ね、勝てばね、当たったらそれは、ね、いいよ。始まるぞ。あ、あ、来たよ。来た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 。ワクワクしてきた。ワクワクするな。中山競馬場10レースは中央ステークス4歳以上オープンダートの 1200m 戦に出走馬15頭です。一面雲に覆われています。中山競馬場芝ダートとも全夜用モロコンディション。車の防犯アラームが風は緩やかに流れる程度です。さて、ゲート今向正面の左手芝生の上、1番ベストマッチョ、5番のバンズーも入りました。1番ベストマッチョ、お前ならいける。が離れました。あ、来た来た来た、始まった始まった始まった。ほぼ揃いました。真ん中で9番のエイシンバランサー、好スタート好なしですが、モニターが、あ、でもね、いるいるいる。先行争い繰り広げて、1番ベストマッチョ、1番わずかに出ました。2番のグルミラコロピタリと、いや、ベストマッチョいるぞ、先頭いるぞ、いるな、いるな、来い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 。
外は7番の大成スターリー、先頭だ先頭、逃げ切ればベストワット、逃げ切れ、後ろに9番エイシンバランサー、先段の直後8番のベックも追い上げていきました。その後2馬身がいて15番の王の道、そのうちは10番の1番先頭、今ピンクでしょ、1番、11番の平本、来い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 、あとは3馬身後方に6番のプレスティージオ、14番ドリームノルチェ、来てる来てる来てる、見えない見えない見えない、来る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 、13番サノイチで最高峰5番のバンズーム、いやこっからだこっから、逃げ切れ逃げ切れ、よし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 、逃げ切れ、よしよしよし、行け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 、こいこいけ、そのままそのままそのまま、よし逃げ切れ、あ、行ったじゃん行ったじゃん、行く、行ったでしょ、刺し、え、行ける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 、お、来た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 、まあ、やばい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 、うわ、え、どうして、え、14番ドリームノルチェ上がって、え、マジかよ、最後に外から6番のプレステージを追い込んでいました、抜かれた、3着争いややもつれています、え、刺された、3番ダノングッド、今日は後方から大外一気末脚炸裂、ダノン、3番ダノングッド追い込みの勝利を決めました、鞍上は田辺博之氏です、ダノングッド、マジで数メートル前までもう勝ってた、そこまで勝ってた、うわここほら本当ギリ粘るところはあっさり3番ダノングッド捉えました、マジかよ、1番ベストマッチュ2着、ベストマッチュ2着、ピンクの帽子ながらどうしてだよ、内からのスナック足を使って、一発目、うわめっちゃ惜しかったな今マジで、一馬身差よ、一馬身差もない、ない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 、三着14番ドリームノルチェ、うわいけると思ったのに噛み切れになっちゃった、6番のプレスティージオ、ただの5みたいな、マジか、うわおい機材遠のいたじゃん、37秒1でした、惜しい、でも誰もうモグラ情報これ誰、惜しいな楽しいな、すげえ惜しかったな今すげえ、でもまあまあでも今日要は次のレースだから 次がもうドメイン、皐月賞ここで取り返してもうあの人生逆転して、そうだな、先行争いから加藤一番ベストマッチ押し切りを狙ったところ、ゴール寸前、じゃあ次よし行ってきます、絶対勝つぞ、勝たなきゃ誰かの養分、内を騒いできた14番